前科3番、893番、超駅太郎です。本日のお話は、まあ、久しぶりにちょっと怒りに震えております。もうこれ広告つかなくてもいいです。もうこれは広告つかなくてもきっちりこういうことがあったということをお話、お伝えしたいので、これは伝えておきます。え、新聞の見出しでね、娘に歪説行為、撮影した母に実刑。 大津地裁判決覚醒剤離飲料もということですね。10代の娘に知人の男とわいせつな行為を繰り返しその様子を動画撮影したなどとして、看護者わいせつや自動売春、自動ポルノ禁止法違反での罪に問われた女の判決がありましたと、大津地裁で。 女性の裁判官なんですね、これは。もうこれも、もうそれはもう多分そういうことでしょう。検察も裁判所もこれは許せないと。裁判官はね、信頼を寄せていたであろう母親から被害を受けた苦痛は人大だと言って、懲役3年6ヶ月、休憩懲役4年6ヶ月を言い渡したということなんですね。この母親は、知人の男、49歳。まあ、同法違反罪などで公判中ということなんですけど、男の自宅で当時、 なんとと歳でですよの娘にそういったた行為ををししし携帯電話で動画を撮影して保存したとちょっともうこの状況はいい、もうあの、ちょっと考えるとあれなので。で、その後にも13歳になった娘にも同様の行為をしていたと。裁判官は母として看護するべき立場にありながら男の求めに応じ、しかもこの娘に覚醒剤を混ぜたコーヒー牛乳を飲ますなどして、強度の歪説行為に及び強度と言ってますね。動画撮影までしたと し人格を踏みにじる卑劣極まりない犯行だという風に指摘しているその娘も嫌が娘さんも嫌がっていてもやめず積極的に犯行に関わったとも言及動機や経緯に組むべき事情は見当たらないと いうことなんですね。これは、まあまあ、この後半で被害者保護のために被告の名前や住所、年齢は非公開で当たり前ですけど、やっぱりそこはしてもらわないといけないことで、これの何がいけないかってもうわかりますよね。何がいけないか。この母親もそうだし、男も悪い。まあ男もこれもっと重い量件もいけばいいし、だいたい3年半なんてこれ安いですわね。で、 これはもうあの、被害回復ができないと。こうなった娘さんが、もう言い方悪いですけど、普通に生きていけれないです。いろいろ忘れるどうのこうのカウンセリングしようがどうしようが、この状態のことが忘れていけれるわけがなく、これは一生傷に残りますよね。それをどういうふうにだから、なかったことのように自分の気持ちを押し殺して、もう違う形でっていうような、 なんですけど、これの被害回復とか、本当に名前も状況も当分生活ができるような形にして、戸籍から何から変えてですよ。そういうようなことをこの日本ではできないんですかね。まあ、それだから、それを広めれば広めるほどおかしくなるけど、そういった方法っていうのは、これは普通の。もうあのレイプ犯より悪いですよ、これはただ。まあね。 そうは言っても、少しもう一歩深く考えてみると、じゃあこの母親、まあ悪の権言みたいですけど、ただ今回こういうふうなことで、まあまあ、これまでいろいろ私もこういうことを携わって話をしてきますと、このやってる方もそうだった幼少の時とか、自分もそういう犯罪に巻き込まれたとか、まあ育成環境っていうのは良くなかったということがよくあるんですけど、まともじゃないことをやってる人がまともなわけ わけがなくいろいろな疾患だったりいろいろな症状だったりっていうのはあるんだと思います。でもそうだからって言って許される行為でもなく、まあ 深掘りできるわけもなく。でも、こういう事実があったっていうこと、これはどういうことかって分かりますよね。でも、こういったことが、私は割と真面目に話してるつもりだけども、このプラットフォームでは許されないと。文言が、歪説とか、若い年齢がとか、その覚醒剤という文言が、それを助長する。誰が、これが助長しますかね。これよし、よしやろうコーヒー牛乳の中に覚醒剤入れて、若い女をどうにかしてやろうって思いはしませんよ。こんなことになって、多分、 この男の方が、やった男の方が、まだ後半中っていうことは、この量刑を踏まえてもっと重いことになればいいと。ならないといけない。 ね、本当に20年ぐらい暗い場合のいいと思いますけどね、これは。単純に、これが自動ポロの禁止法とかじゃなくてですね、まあ昔で言う合姦罪とかね、そういうことに当たらないかと。いや、結局こういった、あの、ビデオとかもあって、証拠がしっかり残っているので、ここに対して、もう何て言うんですか、あの、同意があったとか、どうのこうのっても関係ないですよ。まあこれはね、本当にね、こういうことをしたら、だっていうか、逃げ場がないんですよね。助けを求めることもないし、この子に何の落ちとか全くないですよね。この状況 状態だとまあこれねこんなことがやっぱりあるんだというようなことなんでまああのこれだけね今みたいな何、うん、て言ったらいいの何が問題でこういうことが起こるんだろうっていうふうに思いますよねだから要はここにいろんな問題があって要するに薬物系のことで飲み物にれ入れられたらわからないとかまあなんか最近でもそのクラブとかそういった一般のとこでそういうものが入ったとか入らないとかっていうようなことがあったり海外でもそういうのが あったんで、すよで私もそういう動画を撮ろうと思ったけど、なかなか浸透しないんで、ちょっとやめたっていう節があるんだけど、我々これ、信頼関係のもとでいろいろやってるわけじゃないですか。例えば、もう家の食事だとか出されたものって絶対の信頼関係で何も考えなく伸びますよね。で、結局、この母親がそういうことをするっていうことは、嫌がる子供に応じさせるように、ということは、この男が求める方向に行かないと、何らかの対価は得られないということですね。で、これをやってるってことは、 やれるってことは自分自身もそういう経験をしているわけで,ですからおそらく過去に逮捕歴があるのか薬物の利益があるのか薬物で捕まったことがあるのかそれとも捕まってなくてもそういうことがあるのかじゃなかったら入手経路っていう問題もありますしまあそこのところはあの報道では出てませんけどまあ悪質ですよねまあその薬物に関してもなかなかなくならない減らないいわゆる覚醒剤に関してはもう後年 若い世代って少なくなって、もう40代、50代、60代、こっちなんですよね。まあ、いずれ、なんて言うんですかね。もう、亡くなって、大麻とかそちらの方になっていってるんですよ。若い人たちは。国で、この、日本で栽培できる、流通させやすいっていうことで。ただ、それとは違って、海外からには、その、いわゆる覚醒剤っていうのが蔓延してきてるっていうことはあるわけですよね。で、これがまたこの、日本に来やすい状況になってます。旅行の人たちが。少し前ではコロナのことで止まってたことが、 これが活動が活発になれば、いろんな方法で、ね、すり抜けて、絶対じゃないので、やっぱり持ち込んだ時に、どうにかこうにか考えて持ち込もうとする人たちがいるわけですから、それが入ってきて、えー、蔓延してくると。日本で製、あの、製造はできないんで、これに関しては。どうやったって水際で止めるっていうしかないんですよね。うん、まあ、方法はあると思いますけど、ゼロにはならないと思いますけど、なくす方向で、まあ、あの、これぐらいの、これぐらいっていう言い方いかないな。どれぐらいの量をどれぐらいでって言ったただ、あの、若い時の、その製造 種の仕方によってやっぱりの後々影響が出るっていうことはあるとは思いますけどそういったことをこのこれはもうあの犯罪被害者なわけですからこの救済っていうのを本当にしっかりやってもらえればなっていうふうに思うんですけど喋っててねオチがないというかオチをつけるような話じゃないのでこれ皆様もね本当に親の立場 この立場、これを聞いてね、どう思うかっていうことをね、考えていただきたいと。それは、こう、そういうことをやるっていう人はまずいないのなぜそんな風になったのか。生活苦なのかなお金欲しさなのかなそんなだったら自分がやれやいいじゃんっていう話なんだけど、自分ではやれないから。だけど、その、そういうことを求める人間がいて、もうここは本当に鶏が先か卵が先かっていうことなの,なので、こういうことがなくならないんだっていうことをね、もう新聞でしっかり出ておりましたので、え、一度、あの、あの、お話しさせていただきます。 いただきました以上です